はい、こんにちは。今日はですね、職場の制服のお話をですね、してみたいと思います。今勤めてる会社がですね、制服はあるんですけれども、それね、2着、上下ね、支給されてるわけなんですが、この前ね、制服交換したい人いますかってことで、なんかね、紙に書いてくださいって来たんですけども、自分思ったのがね、その制服を交換するんじゃなくて、もう一着支給してくれよと思ったわけなんですよね。というのも、その制服のね、ズボンが、夏冬共通なんですよ。だからこういうね、蒸し暑い時期とかにね、それなんか作業とかするとね、すぐね、汗かいたりしちゃうんですよね。だから制服ね、そのなんか2着支給されてるんですけど、3着に増やしてほしいんですよ。まずその夏のズボンとね、冬のズボンが同じっていうのがね、ちょっとね、問題だと思うんですよね。自分以前ね、郵便局で働いてたんですけど、その時はね、夏はね、薄いなんか生地の制服だったんですよ。で、冬はね、冬の制服があったんで、すぐね、ズボンが乾いたりしたんですけど、こういうジメジメしたね、気候の時外に干したりしてても、今ね、こう雨がちの梅雨の時期なので、厚い生地だとね、なかなか乾いたりしないんですよ。普通のね、ポリエステルの生地なので、乾きやすいって言ったら、綿とかそういうのに比べたら乾きやすいって言ったら乾きやすいんですけれども、2着じゃなくて、交換とかじゃなくてね、もう1着支給してほしいっていうのはですね、その現場の人たちの本音だと思うんですよね。で、結局ね、乾かないと、なんか臭い匂いがしだしたりとかね、するじゃないですか。で、今みんなマスクしてるから、そんなわかんないですけども、わかる人はね、わかるんですよ、その、匂い。独特のその臭い匂い。だから、そういうのが原因でね、なんかこう、クレームとかね、そういうのにもなってしまう可能性もありますし、なんかね、もっと制服に対する工夫のね、工夫するべき点があるんじゃないかなと思うわけなんですよね。で、上ね、ポロシャツなんですけど、ポロシャツのポケットあるじゃないですか。で、ポケットがね、なんかちっちゃくてね、そのメモ帳とか、入るは入るんですけど、いろいろね、その装着っていうか、いろいろほら、そのポケットの中に入れないといけないので、なんかね、ちょっとそういうところが、その現場のね、需要と乖離してるなって思うわけなんですよね。で、なんか本社の人たちが時々来てね、そのなんかここが汚れてるので、重点的にやってくださいとか言ったりするんですけど、そんな誰が見てもね、わかるようなことよりも、そのまず制服をなんとかしろよと、思うわけなんですよ。やっぱりそういうね、なんか使いにくい制服だとね、なんか汗かいたりとか、なんかに臭くなったりとかね、なんかそういう問題が発生してきますので、なんかもっとね、そんなことよりも優先するべきことがあるんじゃないかなと思うわけなんですよね。
ということでですね、今日はまあ、清掃の仕事ですよね。清掃の仕事の制服について話をしました。普通のね、仕事よりは、ジュースこぼしたり、それがね、ついたりとか、なんか、ほこりね、ついたりとか、汚れやすい、仕事だと思うので、もうちょっとね、そこをなんとかしてほしいという感じがしました。以上です。